ファバーダと、シードラ・ファバーダ、または、ファバーダ・アストリアーナは、スペイン・アストリアス地方のインゲン豆を使った、伝統的な煮込み料理で、チョリソや、モルシージャなどの蝶詰や豚肉などが具として使われる。ファバーダは、アストリアスの代表的料理で、スペイン全土にも広がっており、また世界中のスペイン料理レストランでも食べられている。また、スペインではスーパーマーケットにおいて、 缶入りのものが売られている。ファバーダは、カロリーも高く、熱く、お腹に溜まる料理であり、そのため主に陶器の昼食に食べられる。コース料理の最初の料理として出されることが多いが、メインとされることもある。通常、硬い皮のパンよびシードラ、または赤ワインと共に提供される。ファバデラ・グランハース・トゥリアス地方でのインゲン豆の消費の 歴史は16世紀に遡り、その地で栽培が行われ、食されてきたことが知られている。ファバーダに使用される種類は、デラグランハと呼ばれ、表面が滑らかで、脂肪分も多く、この料理に適しており、アストリアスではおよそ2500ヘクタールの土地でこのファバ、デラグランハが栽培されている。調理法はもともとはシンプルなものであった。研究家によると、 記録には残されてはいないが、ファバーダは18世紀には誕生していたという。また、食材である、インゲン豆は、農村部でよく見られるものであるが、ファバーダの誕生は、都市部において出たとされる。ただし、このことについて言及したものはない。例えば、アストリアス地方の風俗習慣についても、ラ的に、記しているレオポルド・アラス・スクラリンの小説ラレゲンタ。 でも、一切触れられていない。また、ファバーダが、フランスのラングドック地方のかすれによく似ていることから、中世に、サンティアゴ巡礼路によって伝えられたのではと考える、作家たちもいる。ファバーダについて言及している最古のものは、エル・コメルシオという基本の新聞で、1884年の、ことである。ただし、その記事では、料理法については、触れられていない。 アストリアス料理について書かれた本の中で、別のこの地方の料理、ボートアストリアーノと関係づけるものもある。また、アストリアス出身の作家アルマンド・パラシオ・バルですが、アストリアスの羊飼いについて、詳しく記している彼の著作シンフォニア・パストラルにも、この料理については何も書いていないのである。別の専門家によれば、明確な時期は不明だが、 19世紀から20世紀の間に、ファバーダは誕生したという者も,もいるし、20世紀になってからであるという者も,もいるといった具合である。そして20世紀になって、この料理の料理法が著作物に記されるようになり、今日、ファバーダは単にアストリアス地方のものであるだけでなく、スペイン全土で食されるようになっている。そしてアストリアス出身の移民によって、 スペイン国外の多くの場所にも伝えられている。ファバーダによく使われるチョリソ、モルシージャ、ラコン、トシーノファバーダは、一晩水につけた大ぶりの乾燥白豆、ベーコン、ブラックプディング、チョリソ、そしてしばしばサフランが加えられる。ロンガニーサを加えるレシピもある。スペインのオジャポドリーダやフランスのかすれは、ファバーダと似た料理である。ありがとうございます。